私、朝比奈未来。ある日、魔法使いのリコちゃんと出会ったの。ワクワクな魔法を見せてもらってたら怪物が現れて、そしたら私とリコちゃんが伝説の魔法使いプリキュアになっちゃったんだ。新番組魔法使いプリキュア、2月7日朝8時30分スタート。キュアプラパパ。